なた何か知ってる。協力してよ。これは？ああ、モデル撮影してたカメラに偶然映ったんだな。唯一の現場目撃写真。正面が死んだモデル、手前がフォトグラファー。意識が戻った途端病院に飛び出して行方不明だ。恋人だったモデル目の前で死なせて正気じゃいらなかったんだろう。奥の老人がアシスタントこの神父様だ。その写真のフィルムは現場から俺が盗んだ。世間話のネタに雑誌使ってばらまいたよ。小杉さんに顔合わせられない理由。はい。なんでシスタンとこに？ドルギガの涙に導かれたから。調査なら無駄だぞ。この町の連中は神父やモデルを殺したヒョウと一緒にこの場所に悪魔が降りたなんて信じて怖がってやがる。悪魔が降りた。笑うなよ。俺だって信じちゃいねえよ。ただこれは？ああ、それは関係ないやつ。施設の入り口で写した試し撮りだから。もう帰んのかよ。まだ日は長いぜ。門限にはまだ。この女の子探して。だからフォトグラファーは病院から。違う。神父の後ろ。ん？急いでね。あなた明日死ぬから。あ？降りたという噂は悪質な冗談ですね。確かに不幸な事故は続きました。でも見守ってくださる方がいますから。施設は誰のものでもありません。滞在されるなら歓迎します。でも異教を語られるのは困ります。周りに5箇所線で結ぶとちょうど五芒星になる魔法陣がこの施設を覆っています。誰が？なぜ？さあ、神父様が残したんでしょうか。私は存じ上げません。これは悪魔を通さないために貼られた黒魔術の結界。では神父様ではありませんね。神父様と悪魔、何の関係がありますか？
ねえマスター、これ顔色悪い。顔も香りもいいですよ。今いらねえんだよそういうの。それどこの？デンマークです。デンマーク、朝弱そうなのにな。おはよう。無責任なこと言いやがってよ。なんか人生観変わっちまったじゃねえか。コーヒーはミルク？どっちもいらない。勝手なこと言うなよ。教師の男のおすすめをよ。信じたわけじゃない。勘違いしてうぬぼれんなよ。髪下ろしの丘に氷が降った時から数えて今までに起きた事故は全部で12。最初がちょうど真ん中で、それ以外の事故は全部等間隔でその周辺だ。 12？ ああ、中心があそこ。最初の事故があの辺りだから、地図でいうとここ。2番目が大きく反対側のあの辺りだから、地図だとここ。3番目の事故がまた大きく反対側のあの辺り、地図だとここ。で4番目がここで5番目。五芒星と地図に印をつけていけばそれが星形になる。それは分かってるし、意図的な感じもする。こんな町に住んでたら信じたくなる気持ちも分かるが、事故は5つじゃない。後半の事故は等間隔でもなくなって、そのどれよりも内側だ。中心寄り立て、それぞれ5キロは離れてる。五芒星は5つの点じゃ作れない。5つの点を頂点とし、それぞれを結び交差する点は同じく内側に5つ。発端を1として、合計11の事故なら理解できる。でも事故は12。最後の事故は外側5つの点、内側5つの点、そのどちらよりも内側。何が言いたい？五芒星は5つの点を頂点とする魔界との扉。内側5つの点が頂点となって新たな五芒星を生み出してるとしたら。待てよ、つまり五芒星は小さく中心に向かって増殖して、最後には神下ろしの丘。他は中心じゃない。シスタの施設。1年で12の事故、最初と2番目の事故はちょうど1ヶ月後。それから4ヶ月連続で計5回。6番目の事故はそのすぐ10日後。期間は3分の1。事故は3倍に加速する。
は二つ目のごぼう星、外側二番目。ほっぽってシスター、あの、これ今日も次だろうよ。聞くけど答えんなよ。俺はここで死ぬのか。うん。答えんなよ、もうイカさん。ん？ちょっと待って。場所が分かってれば。風も雨も天平地も管轄外だから。どんな影響で何が起こるかなんて分からない。場所は変わるの。じゃあ何を根拠に。時間まだ早い。それより近づく人見逃さないで。こんなとこ人なんていねえよ。怖いな。自分が逃げ遅れた時の心配だけしてな。怖がる心が引き寄せる。悪魔エズケールの力は雷みたいなものなの。恐怖を感じたものに引き寄せられて目覚める。そういうのって全くできないんじゃねえのかよ。うん。一筆書きの悪魔の星なんて俺が止めてやるよ。そこまで思い切れる原動力ってなに。ガキは知らなくていい。絶対できないって。ありがとう。うまっ。うん、梢さんに悪いことしたよね。そう、まさら愛だよ、あんなもん。出て行っていただけませんか。なぜこの町に戻ってきたんです。なぜ私たちを放っておいてはくれないのですか。あなたはシスタらしくない。心の中に何か持ってる。硬くて冷たい氷で包んだ真っ赤な溶岩みたいなやつを。随分指摘ですね。茶化さないでください。人を幸せに導くのがあなたの仕事なら、誰よりあなたが幸せじゃなきゃ。いろんなもの見てやって、ゲラゲラ笑って疲れたら休めばいい。それが人間だろ。それが人の生き方だろ。それはあなたの生き方です。この町にとどまり、施設を守り、神に仕える。これが私の生き方です。神が私に与えてくれた最高の幸せです。俺には一つしか思い当たらない。全人類が平等に与えられる神様からの贈り物って死じゃないですか。
細々生きて最後には殺される。それがシスターの愛する神様のおもし召しですか。山内さん、自分の罪に気づいたのならそこからまた始めればいいのです。心の声に耳を澄ませばきっと届くはずです、楽園からのメッセージが。私にも理解者がいます。指摘ですね。楽園、俺には永久に見えなそうだ。いいんですか。いろんなことを忘れたふりして神様を理由に自分に嘘ついてるだけじゃないですか。楽しく生きりゃいいじゃねえか。全知全能絶対者の神様は全人類の人生の最後に最高の悲しみを用意してくれてんだ。あんたも幸せに生きりゃいいじゃねえか。目いっぱい幸せになって溢れた分だけ誰かに分けてやりゃいいじゃねえか。俺は、あなたは、出てってください。表で遊ばないの？うん。お守り。ありがとう、兄さん。